ザリガニ。ザリガニ、コ、リコ、イザリガニ、クレイフィッシュは、ザリガニ下目の内ザリガニ浄化と、南ザリガニ浄化の総称である。ザリガニ類と呼ぶこともあるが、この語は、ザリガニ下目を意味することもある。分類学的には単一の分類群、タクソンではなく、ザリガニ浄化と、南ザリガニ浄化に分類される。しかしこの二浄化は禁煙で、 ザリガニは単系統である。ザリガニが単水性であるのに対し、ザリガニ下目の残りである赤ザエビ浄化、赤ザエビロブスターなど、と将軍予備浄化は海正であり、通常はザリガニには含めない。しかし、改正のグループと明確に区別するため、単水性のグループを、単水ザリガニと呼ぶこともある。なお競技には、一種日本ザリガニ、あるいは、 それを含むアメリカザリガニ上化をザリガニと呼ぶこともある。英名、クレイフィッシュは中期フランス語、クレビース、現代フランス語に由来し、後半からバイスの音がフィッシュに似ていることから民間語源的に異分析されたもの。なお、この自体はフランク語由来で、英語、ガニと同じ語源由来である。ザリガニの名はもともと日本ザリガニを指したもである。 江戸時代の文献から見られ、漢字表記ではほとんど使われなくなったが、ラツコと書かれる。江戸期には、異称として、福ガニ、イサリガニなどとも呼ばれていた。ザリガニの語源は、イザリカニの天下とする説、イザルは、膝や尻を地につけたまま進むことと、シサリカニ、シザリカニの天下とする説、シサル、シザルは後ずさり、ご対抗することとがある。 アイヌ語においてもいくつかの故障があるが、ホロカームシペ、ホーカムストップやホロカレーエップ、ホーカライップなど、後ずさりを意味する語源が見られる。他に、サレキシツに住むことから、ジャリガニであるとか、体内で生成される、白色結石、口述される和漢薬の原料から、フツシャリを連想して、シャリガニと呼んだというような説もあるが、前者について言えば、 日本ザリガニは特にサレキシツの場所を好んで住むわけではない。地方によってはエビガニと呼ぶ。身近に生息しているため、ザリ、ザリンコ、マッカチンなど多くの俗称がある。海に住むザリガニ仕ためで食用として著名なロブスターを日本で海ザリガニと呼ぶことがあるが、淡水に住む日本ザリガニやアメリカザリガニとは生息環境が違うため、 調理時や飼育時には注意が必要である。ただし海に住むからといって、ロブスターはエビの仲間ではなく、あくまでロブスターはザリガニ氏目である。一方で、英語圏において、抗議のロブスターという言葉には、オーストラリア原産の淡水ザリガニで食用のマロンを含むことがあるので、料理の注文時など、これも注意せねばならない。上記の通り、ザリガニは、 エビガニと呼ばれることがある。外見からしても、エビとカニの中間的な印象である。ザリガニのハサミは、同じ十脚目のカニに似た大きなハサミを持ち、名前にもカニが入っている。しかしザリガニはザリガニ下目、カニはカニ下目であり、それぞれが独立した下目である。よって、ザリガニはカニとは別の生物であり、カニに含まれる生物ではない。また、 十脚目の系統解析はあまり進んでいないが、ザリガニ下目とかニシタ目が非常に近縁ということはなさそうである。ザリガニとかニに共通する大きなハサミはそれぞれで独立に進化している。一方で、エビは十脚目の内カニシタ目とヤドカリシタ目を除いたすべての側系統群のことである。つまりザリガニがザリガニスタ目であり、カニスタ目やヤドカリスタ目ではない以上。 ザリガニはエビに含まれる生物ということになる。実際、ザリガニ種ための海生種である赤ザエビなどは、一般にはエビとみなされている。よって、書籍などでは、ザリガニは、カニではなく、エビの一種であるといった紹介がなされることもあるが、エビという分類が広範囲の生物を含むため、このような説明では、誤解を招く可能性がある。十脚目は、 車エビアモクとエビアモクに大きく二分され、ザリガニ、カニ、ヤドカリはすべてエビアモクに含まれている。つまり、ザリガニはエビの一種であるが、その意味ではカニやヤドカリもエビに含まれる。河川、湖沼、溜池、用水路など、水の流れの緩い淡水域なら、大抵のところに生息する。ほとんどのザリガニが雑食性で、水草、貝類、ミミズ、昆虫類、 甲殻類、他の魚の卵や小魚など、様々なものを食べる。生物間の捕食関係では、フナやコイとは、愛理障害の相互関係で、チザリガニやチギョは、互いの生態に対し捕食される関係で、生息水域や植生が同じため、直接、間接的な利害関係を有する。日本において、アメリカザリガニの生息環境の印象から、ザリガニは、 あまり綺麗ではない水域でも生息すると考えられがちだが、清流や正常な水域でなければ生息できない種も多い。そもそも、アメリカザリガニであっても、あまりに汚れた水域では死滅する。二条か四か三十四属に分類される。内原生は二条か三か三十属。化石、原生するものを除く、イカ同様四属。ただしアメリカザリガニ科は単系統ではなく、 アジアザリガニ族がこのトガの残りと別系統でザリガニ浄化の中で最初に分岐したかザリガニ化の方に禁煙であるヨーロッパほぼ全域イギリススカンディナビア半島を除くトルコ北アメリカ西部アスタクス族はザリガニペストの流行により数が激減している北米東部中部中米例外的にアジアザリガニ族は日本 朝鮮半島、北東アジア、オーストラリア、オセアニア、南アメリカ南部、マダガスカル。コモンや B は、新しい生息地のために陸路を 60km 移動した記録がある。日本では、北日本の固有種である、アメリカザリガニ科の、が、唯一の在来種である。これに、ザリガニの標準和名が当てられ、これを、競技のザリガニとして扱う。 20世紀初期に、アメリカ合衆国から、アメリカザリガニかのアメリカザリガニ、ザリガニかの内田ザリガニ、シグナルザリガニ、異名に単海ザリガニの2種が移入され、20世紀後半以降はこの中の一種アメリカザリガニプロキャンビルス、クラークイが日本全土に分布を広げた。そのため、21世紀初頭の段階では単に、ザリガニといえば、アメリカザリガニを指すこと多い。 日本固有種のザリガニは他のザリガニ類と区別するために日本ザリガニ、ヤマトザリガニとも呼ばれる。アメリカザリガニの幼少期の色は灰色から青っぽいのが普通であるが大きくなるにつれ赤みを増す。このため幼少期のアメリカザリガニを日本ザリガニと間違うことがある。海外では食材として利用され中にはタラバガニに似た味で微妙なものもあり市場では 同じ大きさのエビよりも高値で取引されるものもある。しかし、ザリガニは種や生育した環境によって大きく味や食感が異なり、日本で一般的に見られる。アメリカザリガニなどは、加食部が少なく、泥抜きや殻むきなどで大変に手間がかかる割に、肉は旨みのないシャコのようなものがほとんどで、他の伝統的な食用甲殻類の料理になれた。 日本人の思考にはあまり向かず、日本では在来種を含めてザリガニ料理が古来より、ほとんどないのはその目である。また、在来種を脅かすほど増えすぎた場合は、外来種として捕獲後、肥料とされる例も多い。日本では、食材というより、ザリガニが脱皮の前後に体内に作る、遺跡、リコイまたは、クリカン切りが、薬として利用され、北海道、 エゾ地や東北で日本ザリガニから採取し、特産物として高値で取引されていた。海産の甲殻類が近年まで一般的ではなく、スパイシーで濃い味付けが好まれる中国では、アメリカザリガニの養殖場も多く作られ、需要に供給が追いつかないほど大変な人気となっているが、中国でもどちらかというと、ジャンクフードのカテゴリーではある。 養殖が盛んな町の一つである、チャンスーショーアヤンシクイ県では、毎年夏に国際ザリガニ祭、関体アザ、中国国、反対アザ、中国国際流エビ節が開催されている。日本においては、食用として外国から持ち込まれ各地で繁殖している。内田ザリガニは、北海道などでヨーロッパ料理の食材として使用されている。ただし泥の中から捕まえた個体は、 三日くらい真水で、泥抜きをしないと泥臭い風味になる。塩ゆでやむしたものをサンドイッチに挟んで、食べたり、サラダに混ぜて使われたり、巻き寿司や手巻き寿司に巻いて食べる。ルッコラを添えて、パスタなどにも使われる。酢飯と金シランに混ぜて、チらし寿司や海鮮丼に使われることもある。高不法は脂肪酸、ビタミン E、ナイアシン、養酸、カリウム、マンガン。 タンパク質、リン、セレンなどを多く含む。唐揚げなどの油で揚げる。調理の場合、水や酒で洗浄した後、摂氏220度の高温で揚げることで殻ごと食べられる食材となる。ただし、油ハねによる火傷や因果に注意。なお、他の炭水生物と同様に、肺吸中、急症、肺臓ジストマの中間宿主となるので、食べる際はよく火を通すべきである。 しかし、カニの吸収規制率が高い地域でも、人の感染症が報告されることは、稀となった。これらの吸収が人体に及ぼす病害については、配給中症などを参照。品種によっては常実の食用目的として、世界各地で大規模に養殖されている。干賞用、または愛玩用としての場合、種類によってかいやすさには、差はあるが、アメリカザリガニなどは、 他種と比べると比較的丈夫なザリガニであり、飼育しやすい。食性は雑食性で、自然界では、主にデトリカス、水槽、小魚、土壌、メダカフナ、肉、動物の死骸など、何でも食べるが、飼育下においては、沈殿タイプの熱帯魚、コリドラスプレコ用やコイ用の人工飼料などが使われている。また、アルビノなどの変色個体は沈重され、 高値で、取引されるる。ことがある一般的にザリガニは雑食性で繁殖力、環境適応能力が高い種も多く、世界各国で放流、低重化による従来の生態系や自然環境、田畑などに対する影響などの地域環境の破壊が不安視されている。日本でも多くの種が2006年2月1日から外来生物法に基づき特定外来生物に 指定され、無許可での飼育や息、腸と輸入等が禁じられている。適応能力の低い種に関しては輸入販売されている。現代の日本では非常にポピュラーなアメリカザリガニも販売に対しては対象外であるが放流は禁止されている。食用として手軽に捕獲されてきたため、地域によっては伝統種が数を減らしており、入れ替わりに流入種が増えている場所が、 世界中にある。アメリカザリガニはスルメやパンなどを餌にして、釣れるため、子供たちの身近な釣りの対象として人気がある。アメリカザリガニを参照。アメリカザリガニは、クロダイやブラックバスなどの釣りの餌や、肉食間商魚の餌用などとしても養殖されている。日本に持ち込まれたきっかけも、当時日本で、食用、輸出用に飼育されていた牛飼いの餌用として、である。 アメリカ合衆国ノースカロライナ州ヒッコリーに本拠地を置くメジャーリーグのテキサスレンジャーズ参加 1A マイナーリーグ野球チームがヒッコリークローダーズ、ヒカーリークローダーズである。このクロダドはザリガニの意味でありチームのシンボルマークもザリガニである。リアクション芸人の出川哲郎の持ちネタに鼻にザリガニを挟むというものがあり出川自らもザリガニを 俺の相方と称している。この様子はバラエティ番組のほか、自身が出演している多摩電子工業のテレビ CM でも見ることができる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。